まもなく残りが2周というところです5番の岩井が先頭誘導員の後ろですここは5番の岩井のみにラインができるという形になっていますさあ果たしてどのような組み立てになるか2番の樫村が続きました7番の栗田3番手4番江崎3番中谷6番砂がそして1番渡辺短期の4名は誰も動きません 残り600の鐘が鳴りましたまだ先頭誘導員の後ろ5番の岩井少し車間を空けるような感じで後ろの様子を伺いますしかし短期の4名の動きですが3番中谷がまず上がってくるそれに合わせて5番の岩井が前に踏む3番の中谷そして外,外に1番の渡辺も踏んできていますが渡辺は中谷ともに交代していきます2コーナーからバックストレッチ5番の岩井の先行2番手は2番の柏村3番手7番の栗田が追って4番手4番の江崎3番中谷がこの後ろ5 5番手4コーナーから直線です5番の岩井が先頭外から2番の樫村伸びてくるか2番の樫村ゴールイン2着争いが5番の岩井7番の栗田で接戦です